はい、皆さんこんにちは。ワネルゆるびしです。では今回は、新しいゲームやっていこうと思います。というのもですね、一応信長の野望大師バブキと、本能寺の変リベンジ明智光秀プレイ、一応秀吉を打ち取って、リベンジ完了。あとはですね、アーツ・オブ・アイアンを現代元トルコ軍プレイなんですけど、アーツ・オブ・アイアンの方がアップデートされてしまって、セーブデータからロードができなくなってしまったので、ちょっとこの2つのゲームが同時に、一つはね、完了。一つは不本意な終わり方をしているので、新しいゲームをね、一回入れようかなと思って、探したのがこのゲームになります。名前はライオットというゲームで、ライオットって、暴動とかデモとか、そういう意味合いになるんですけども、ちょうど今、タイムリー、香港でね、デモが起きていると思うんですが、それに、なぞったようなね、内容になってるんじゃないかなと思って、こちらのゲームをやっていきたいと思います。で、初見プレイです。で、1回だけ、ちょっとどんな感じかなっていう試しでプレイをしてみましたが、初見プレイになるので、至らない部分もあるかなと思います。で、内容的にはデモ隊と、そのデモを鎮圧する警官隊の戦いを描いたシミュレーションゲームになっているので、本当にね、香港の今の情勢を反映した形になってるんじゃないかなというふうに期待しています。では、始めていきましょう。で、今ですね、ているのか、ごめんなさい。ストーリーモードじゃない、グローバルモード。で、このね、グローバルモードでプレイをしていくと、デモ隊か警官隊かどっちにつきますかという話になるので、ゲームを進めていくことになります。で、今回は、ちょっと戻って、グローバルモードで警官隊につきます。グローバルモード、すべての行動には結果が伴う。どちら側につくか決めるのは君だ。これはデモ隊につくか、警官隊につくかという話ですね。で、警官隊につきます。で、クリアしていくと、どうやら警官隊の装備が充実していくようなんですが、まだ1個だけしかやってないんですね。それも完全にロケハンということで、しかも、非常に簡単でした。おそらく、操作に慣れてねっていう、ステージだったんだと思います。なので、今回はこの43442、イタリア、バルズーサの住民は230億ユーロを投じた高速鉄道の建設に関わる汚職に全力で抗議を開始したっていうことですね。香港で起きているのは、今は5大要求ってなってますよね。ちょっと5大要求の全てがスリスラスラっと出てこないんですけど、逃亡犯引き渡し条例、これの是非をめぐって始まったデモだったと思うんですけど、今はね、完全、民主化したデモ、選挙とかね、5つ5大要求あったと思うんですけども、ここでは230億ユーロを投じた高速鉄道の汚職事件に関してのデモということになっています。じゃあ始めていきましょう。やめたらしょうがないね。で、チームの装備決定って出てるんですが、もう今実はまだ1個しかやってないので、装備をね、変える用意が全くありません。なので、このまま準備して進めていきます。ちなみにですね、先々週かな、ちょうど香港に行ってきたんですけど、デモには遭遇しなかったです。ただ、ちょっと一旦時間取りますね。空港に入るのに、まず搭乗券を見せなきゃいけない。空港の敷地内に入るのに、搭乗券か搭乗券の予約証、あとパスポートを見せなきゃいけなかったですね。あとは、地下鉄の駅に入るのもセキュリティのチェックが厳しかったんです。このあたりはね、平時とはちょっと違うなと思いました。あと何度かお話している通り、タイでね、軍事クーデターが何年か前にあったと思うんですけど、その時たまたまタイにいたので、その時もね、多少緊張感はありましたね。ただ、そういったものは全く感じられなかったです、今回は。では、始めていきます。いきなり何のこっちゃいってなると思うんですけど、とりあえずですね、やることをやっていきましょう。今、警官隊として、やっているのが、デモ隊のね、侵入を防ぐっていうことをやっているので、まず、ここでね、選んでいる壁の盾を実行して、デモ隊の侵入を防ぎます。画面の右の方に出ているのが景観帯1ですね。景観帯1で、これ今壁の縦の壁を実行中です。で、景観帯の2も、今は縦の壁を実行して、ここを塞いでますね。ここを塞いでます。で、景観帯の3、教習とかありますけど、ここはね、穴を塞ぐ形で対応してます。景観帯の4も同じですね。穴を塞ぐような形でデモ隊をね、侵入を防ぐ形にしてます。で、警官隊の7は、車両なので、もうちょっと前進させておきましょう。これであと1分46秒持ちこたえれば終わりです。警官隊のね、パワーが落ちてきてたりするので、ちょっとそこだけ心配ですね。警官隊の6、逮捕だ。侵入してるやつは逮捕する。条件を発動して逮捕していきましょう。こんな感じで進んでいくゲームなんで、まあどうなんだいというのはあると思うんですけどね。もうこの後結構厳しい押し問答とかもあると思うので、まあ、ちょっと今回はこんな感じ。お、なんかでもすごい勢いがついていると、デモ隊のこんな感じなんですよ。縦の壁でね、デモ隊の進入を防ぎましょう。あと45秒。体力が持ってくれれば、もう終われる。中痛くないんだ。ちなみにですね、警官隊の1は、まず壁の盾を実行。ユニットの移動速度が落ちる反面、物理攻撃の抵抗が上昇します。で、カメラ。決定的瞬間をカメラに収めてメディアの影響力を活用。さらに逮捕したり、あと人形もね、いくつかあります。警官隊の4にも一度ですね。警官隊の3は、突進があります。無視に向かって突進。で、警官隊の5、6は、スモークグレネードを投げられます。という話ですね。ちょっとスモークグレネード投げてみる。ちょっとまだ投げたことないな。こんな感じでデモ隊阻止に成功。デモ隊の侵入を防ぎましたね。よく機動隊とかがやってる、盾の壁。機動隊がね、透明の、盾を、あるいは本物の盾をこう前面に出して、ずさ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 と歩いてると思うんですけど、そんな感じで今回はデモ隊の進行を防いだ形です。香港の方はね、なんか警官隊が発砲したりとかでかなり過激化してるようですが、デモ鎮圧も、デモそのものも。で、ここがちょっとよく分かってないので、まだ勉強不足なんですが、投稿スコア、これがプラス76。で、政治スコアが0っていうのがちょっとよく分かんないんだけど、このあたりも今後スコアが変わってくるんだと思います。というわけで、ちょっと今回ね、簡単な形で終わりましたけども、今後、このライオット、バリバリやっていこうと思いますんで、ぜひぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。ちなみにですね、今、かなり平和的にデモを鎮圧したと思うんですけど、ちょっと暴力的にデモを鎮圧して政治力がどう変わるかっていうのが分かったので、ちょっと今回、暴力的に同じステージを、鎮圧していくっていうのをちょっとやってみようと思います。まずは、セオリー通りですね、足の速い警官隊を送っておいて、その後、縦の壁を作って警官隊で防ぎます。この辺りは変わらずですね。で、スモークグレネードを持っている警官隊の前へと進出させていきます。と、ここまではね、今までと同じような動きにしています。で、スモークグレネードをちょっと投げます、ここに。警官隊をちょっと動かして、警官隊をちょっと動かします。で、警官隊が動いたところに、この警察車両を突入させます。こんな感じですね。暴力的に突入だ、ドーンとこんな感じで引き殺します。こういうデモの鎮圧の仕方もあるよっていうね。ビーバナービだって聞こえるんだけど、なんて言ってんだろう。もう一度警察車両突入、引き殺す。こういうね、暴力的なデモの鎮圧を繰り返すと政治力がどう変わるかと、政治的な結果がどう変わるかっていうのをね、ちょっと思います。ぐい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 引き殺すぞと、お前らそんなことしてるといいのかと、そういう動きですね。完全に引き殺してるから笑い事じゃないですよ。ドケ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 ーって感じで引き殺したんです。警官隊もね、もう怒り狂ってるので突入させていきましょう。警官も引き殺すっていうむちゃくちゃだなっていう感じですけど、ビーバナービだ、ビーバナービだって聞こえるんだけど、ビーバナービだ、ビーバナービだって、こんな感じで暴力的にねデモを鎮圧するとどうなるかという結果をちょっと見てもらおうと思います。さあ、デモ隊阻止に成功しましたと。まあ、結果は同じですね。デモ隊阻止に成功と。ただ、闘争スコアと政治スコアがどう変わるかっていうのをね、ちょっと見ましょう。まず、闘争スコアは上がってます。で、政治スコアがここマイナスなんですよ。しかもマイナス。すごい。マイナス100、政治的敗北。トータルスコアはマイナスっていうね。まあ、こういうことになるんですよ。なので、デモは平和的にね、解決しましょうねというのが多分このゲームの、クリアの方法になるんじゃないかなと思います。ちょっと一旦終わりにした後ね、暴力的にデモを解決したらどうなるかっていうパターンもちょっとプレイしてみたので、その様子を後から付け加えさせていただきました。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。